第一官業銀行、株式会社第一官業銀行、第一官業銀行は、かつて1971年、昭和46年から2002年、平成14年まで存在した、日本の都市銀行であった。2000年、平成12年より、水穂フィナンシャルグループの参加に入っており、現在の水穂銀行の前身にあたる。現在の水穂銀行に至るまでは、 東京証券取引所に上場していた。通称は、第一関銀、一関、関銀、英略は DKB。1971年、第一銀行、国内資金量順位6位と、かつての特殊銀行だった日本関業銀行、同8位、関銀が合併し、総資産では、富士銀行を抜いて、国内第一位の都市銀行として誕生した。 都市銀行同士の合併は第二次世界大戦後初であった。この合併には神戸銀行が加わる計画もあったが、同行は離脱、翌々年に太陽銀行と合併し、太陽神戸銀行が発足する運びとなる。第一、官民は、この合併について、第一の店舗は東京圏中心で、融資先には重化学工業が多い。一方、 官銀の店舗は地方部にも分散しており、融資先には中小製造業及び流通、運輸、小売業が多い。このため保管効果が高い上、互いに注意業で、かつ非財閥系であり、対等合併が可能であるとその意義を説明した。特に第一側には財閥系銀行との合併にアレルギーを示す人間が多く、詳細は術。 官銀が被財罰系であることは合併相手の選定において極めて重要な要素だった。大倉省は規模の利益を活かし経営基盤の強化を図り、さらに国民経済の要請に応えることは金融効率の趣旨にかなうものとこれを評価した。存続会社は勘銀だが統一金融機関コードは第一銀行の0001を使用、看板には赤字に。 白のハートのマークを使い、ハートの銀行と称していた。官銀の流れを受けて、宝くじを取り扱い、その関係から全都道府県に支店を有していた。当初の本店は、現在の丸の内センタービルの位置に所在した、旧第一銀行本店に置かれたが、1981年に、千代田区内幸町の旧日本、官僚銀行本店跡に、本店ビル、現、 水保銀行内幸い町本部ビルを新築し、移転した。旧第一銀行は、第二次大戦中に、三井銀行と合併して、帝国銀行となったものの、両校の業務、企業文化の違いから再分裂したという、苦い経験を持っていた。このため、関銀との合併以前に浮上した、三菱銀行との統合計画は途上で、白紙撤回され、 被災罰系である官銀との合併後もいわゆる、たすきがけ人事や頭取の、順送り、第一、官銀交互に、選出が行われ、人事部も、九代一、旧官銀で別々に置かれた。しかし、こういった人事は、九代一、D、旧官銀出身者、K の対立を生んでしまって、両者の融合が進まず、その収益性は、富士、住友、三和、 三菱などの他の上位都銀に比べると低いものであった。一方、一貫以降の東京三菱銀行まで5県の都市、銀行同士の合併と比較すると、いずれも合併コスト増大が資金調達コストの低減を上回っているのに対し、一貫は唯一コスト削減に成功しており、合併が効果的に働いていることがわかる。また、 合併から20年を経た1991年3月期決算では、業務純益で都市銀行主位となったこともある。佐高信は、バブル崩壊以降、都市銀行の不良債権問題に際し、第一関銀の不良債権比率が低いのは、旧校出身者による互いのチェックバランスが働いているためと分析しており、合併の評価は一様ではない。1997年、 平成9年には、総会や小池隆一へ460億円に上る利益共有事件で、第一官業銀行本店を東京地方検察庁特別捜査部に家宅捜索された。近藤勝彦と踊りは、1997年、平成9年5月23日に、総会屋側に多額の融資を行った最大の要因は、 歴代最高幹部が親しかった元出版社社長の依頼を断れなかったことで社長の死後もその自爆が解けず関係を断ち切れなかったと記者会見で述べた任、人直頭取と紹介された副頭取藤田一郎の以前から不正融資を知っていたと記者会見で告白し一銀幹部も驚く爆弾発言となった頭取経験者の11人に及ぶ逮捕や 宮崎区次元会長の自殺という事態を引き起こし、さらに調べ上げると、第一官業銀行が1985年、昭和60年から1996年、平成8年まで、総会屋に提供した、総額460億円に上る資金は、4大証券会社、山市証券、野村証券、日光証券、大和証券をゆる資金元となり、銀行、 証券会と監督当局との腐り切った関係を白日のもとにさらした大蔵省接待を食事件、ついには大蔵省解体と帰結し、未曾有の経済疑惑となって、日本国民は信じがたい事実に、金融業界の断末魔を見ることになった。この時も逮捕された元頭取りの中には、あれは旧第一銀行の案件で、自分は、 旧日本官業銀行出身だから関係ないなどと、後半で無責任な証言をした者がおり、いかに旧第一、官業の関係が悪いものであったかを露呈してしまう、結果になった。この不祥事以降、宝くじの広告から、受託第一官業銀行の文字が消え、水保銀行となった2018年現在も、広告には表示されていない。 第一官業銀行総会あり駅供与事件をきっかけにこの年出版された高杉良による経済小説金融腐食列島が字幕を集め、後年には事件を題材に続編が書かれ、金融腐食列島呪縛1999年として映画化もされた。タイトルは近藤勝彦東取の呪縛が解けなかった。と記者会見で述べたことに由来している。 出展。1971年の合併成立時に制定したロゴマーク、ハートマーク及び同行の略称 DKB を丸で囲んだものやロゴタイプ、コーポレートカラーは2002年に同行が水保銀に称号変更されるまで一切付加することなく使用し続けた。同年三月時点で九百七十年代に制定したロゴマークやロゴタイプ、 コーポレートカラーのすべてを継続使用していたのは、都銀では第一官銀が唯一のケースであった。1971年の合併成立時から同行独自のキャラクターを設定し、広告媒体などに使用していたが、1998年新たにサンリオのハローキティを採用。水保銀成立時まで広告媒体や反則品、通帳デザインなどに使用していた。 また、アートデザイン通帳として1990年代後半、タレントのジミー体制デザインによる通帳を発行していた時期がある。1990年9月、イメージキャラクターとして小泉京子を起用。同行のポスターや新聞広告のほか、1991年1月から銀行のテレビ CM が解禁された際には小泉が、 出演する CM の出向が開始され、3年間イメージキャラクターを務めた。1995年1月からは新たに西田ひかるを起用した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。